どうもこちら、沖縄の月です。さて、今日もやっていきましょう。ポケットモンスターソードシールド、エキスパンションパス、鎧のことをやっていきます。で、ここでバトル済ませて、昨日、まあ、あの後ね、この辺りで少し、多少ね、あの、ポケモン集めをやってですね、次の目的地は、間違えた。次の目的地は、マスター道場に行ってみましょう。マスター道場って、これだよね。はい、行きます。あれだよ、あれ。あれ？言わんこ？さてと、本当はちょっと峰打ち持ってるポケモンが欲しかったんだけど、今のところ手元になかったりしたんで、行くっす。うん。もちろんからこういう体勢で借り合ってるの。ポケモン集めよね。よいしょ。で、はい、せーの。大丈夫か？しゅ、寝た。はい。普通のボールだとたまに外すことあるんで、ちょっと昨日、途中からスーパーボールに切り替えてやってます。はい、ゲット。確かイワンコも持ってなかったよね。はい、やっぱり。うん、ボックスで。ちょっとこのイワンコどういうデータだろう。まあいいや。あとで行こう、あとで。で、ラッキーがいるんだけど、まだね、ラッキーは、これなんだろう。ラッキーは今んとこ、まだ、一回もゲットできてません。このあたりでね、ラッキーと昨日、二回ぐらい遭遇はしてるんですよ。で、この人からは、はい、リグダを探してくれって。あと150匹。リグダどこにいるんだ、一体。どこかにいるらしい。まあ、とにかく行こう。リグダ、リグダ。リグダどこにいるんだ、本当に。この島の中にあと150匹いるんだ。ベイキです。帰ってないよ。こいついいな、表情。新人チャンスよ。はい。まあ違うけど。そうなんです。やったー。グラグったら気が変わったの。やったーか。でも、また会えて、クララとっても嬉しい。私も会えて嬉しいよ。あんた名前は確か。ちゃんつけるのか。私はここ、マスター道場で、おかみさんやってる三つ葉だよ。気軽におかみさんって呼んでくれ。すっげえ嫌そうな顔。なんでいんの？なんで来てんだよ。おい。このままじゃ、うちの嘘がバレちまうぞ。もう知ってると思うけど、このちょっと変なのはクララ。ジムリーダー目指してうちで修行してんのさ。ほら、二人とも仲良くするんだよ。いや、よろしくね。あ、やるよ、私ったら。遠くからいらしたお客様をいつまでも外にいさせちゃって、ちょっと汗臭いかもだけど、どうぞ中に入って入って。駅でのことを神さんにチクったら、じわっだからね。怖いよ、あんた。あら？入門しちゃっていいの？本当に。で、さっきから気になった。あれ？あった。さっきこれがあったからね、もらったこともあって。殺人の帯か。他なんか落ちてないかな。
入る前にこういうとこぐるーっと回って一応チェックはする自分であった。よいしょ。当たった。金の玉。金の玉。相変わらずある。もう本当にセクハラだったよな。もうおじさんの金の玉を。気合い玉。うん。気合を高めてありったけの力を放出する。相手の特防を下げることがある。へぇ。こういう技か。さすがにこっちまで行っちゃうとまた、なんか別のことになりそうだから、そろそろ、道場の中行こうか。一瞬光ってるように見えた。違った。で、いないのかな、ディグラ。こういうあたりとか、いそうな気が。いないなぁ。これディグラ違う？違った。あー、プッポセ。うん、こんな感じでディグダー埋まってます。俺もなんかディグダーに見えるんだけど、ディグダーだ。残り16匹。ディグダー探したけど結構やれそう。これもいるじゃん、ディグダー。はい。何やってんだ一体。ディグダ探しばっかりやってるよ。これ、あ、違った。あ、ここにもいた。ほらほらほら。これ、ディグダ。俺、今もう、4匹か。あと1匹集めれば、なんかもらえるんで。この辺り落ちてないかな、ディグダ。ディグダ、ディグダ。あと一匹いたら何かがもらえるんで、もらいに行きたい。ディグダ。いないのかな、ディグダ、ディグダ、ディグダ。道場の中入るって言いながら余計なことをやってるような気もしないでもないんだけれども、ディグダがいないよ。ディグダ、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 ディグダ。こういうあたりにいそうな気がするんだけど。あと一匹集めたら何かもらえるんだからもらいたいんだよ。あと一匹これ違うし。もらってから道場の中入りたいなぁ。この違う。このあたり、チェックチェックチェック。ディグダ、ディグダ、ディグダ。もう全然余計なこと始めちゃってるけど。違った。これは？あ、違った。今集めたの4匹だよね。あ、はい。何もくれるんだ。ニアス。ニアスか。ニアスかよ。とりあえずいいや。はい、ボックス。あそこにもディグダいるっぽい。これこれ、まっすぐ行ってた。ほら、これこう。なんかディグダ集めばっかりやってるような気がするんだけど。よいしょ。道場入る、入る、入る、入る。忘れた、入ろう。なーにディグダ集めに夢中になってんだか。さて、行きまーす。こういう要素があるからポケモンって好きだよな。はい。ちなみにこういう道場とかも大好きです。こういう道場の雰囲気ってね、好きなんだよ。ただ人がいっぱいいる道場ってあんま好きじゃない。みんな聞いて、新人ちゃんの紹介だよ。これから一緒に
みんな、あ、これからみんなと一緒に修行に励む。かまつちゃんだよ。よろしくね。うっす。よろしくお願いします。みんな真面目で努力家の文科生ばかりだよ。文科生リストに発見しない人物発見。あら、珍しい。あんたがお出迎えなんて。この子はハイド。私の一人息子さ。あなた、イレギュラー。これ、試してみて。経験お守りを手に入れた。経験お守り。持ってるとポケモンが得られる経験値が増えるお守り。機械のようなものが入っている。僕が作ったテクノロジーが中に入っているから、開けて壊さないでね。手先が器用でいろんなものを作れる。自慢の子なのよ。そして奥の男前が私のダーリン。ここ、マスター道場の師匠。ダーリンって割には老けてんな。マスタード。わしちゃんはマスタード。ポケモンめっちゃ強いよん。これからよろしくね。よ、よろぴく？よろぴく？優しくていい子だね。普段ポケーっとしてるけど、本気出したらすごい人だから。それじゃ、ダーリン、あとは頼んだよ、ダーリン。イェイ。とりあえず、シミの力を見てみたいし、手始めにワシちゃんとポケモン勝負しちゃおっか。準備ができたら声かけてね。で、ちょっと待って、ちょっと待って、さっき手に入れた経験を守るって、これ。だい、ここだよな。これって装備。はい。装備しなくても大丈夫なやつか。よし。いいじゃん。俺もこういう こういう服装欲しい。じゃあ、行ってみるか。準備 OK。行くっす。さあ、何から来るかな？じゃあ、始めちゃう。チミのこといっぱい教えてね。道場主のマスターとか、勝負仕掛けてきた。何を出す気だ？道場主のマスターだ。こじゃ。おぉ。バビゴン、行け。イェイ、チミの最高の戦いを見せてちょうだいね。よし、行くっす。せーの。はい。効果抜群。うひょー、抜群ちゃん。怖いね、怖いね。相手の小職が倒れた。もう、こんなもんか。もっと一気に来るかと思った。はい、道場、いや、このまんま。ボリンク。ふふ、追い込まれてワッシャンゾックザク。ワッシャンとかする、なんか、あれだよ。あいつ思い出すよ。デッドプール。おいっちょ、思念の頭突き。急所に当たったか。いけ！一発ではいけなかった。噛み砕く。麻痺。どうしようかな。よいしょ。待て。この音好き。この音好きや。せーの、いけ。はい、勝った。OK。ここの島はさ、ポケモン、ねえ、ストア、とにかく、ね、回復したりとか、ね、道具買ったりとかが、まだちょっと、あったっけ？
本気の師匠ではないとはいえ、あの新人勝った。一体何者っす？市民の戦い方はポケモンに対する思いやりを感じちゃうね。勘違いで来たとしても地味に学ぶ気があるな。マスター道場はいつでもウェルカムだよ。バレたか、バレたか。改めてみんなと一緒に強くなろう。よろしくね。てなわけで、ドギセットあげちゃう。よし、欲しかったの、実は欲しかった。実は欲しかった。着替えた？着替えた？着替えた？おう、いいじゃん。髪の毛まで。髪型までこう変えるのか。まあいいけど、あ、新人さん。着替えたら休みたいときは、あそこの部屋？おー、こっち着替えられる。はい。さて、髪型だけは変えたいな。高松ちんが来てくれて、道場の店員も揃ったし、これからみんなには3つの修行してもらうやん。3つの修行？この道場、店員あったの？あったらしいな。3つの修行を全てクリアした人には、手にすれば勝利を与える、道場秘伝の鎧を。さずきちゃん、秘伝の鎧絶対欲しいっす。いいねいいね。まず1つ目の修行について説明するよ。グララ来たか。ああ、師匠、私まだ、道具セットもらってない。その子にだけずるい、クララ、悲しい。そうだったっけかね。めんこめんこ。じゃ、もう1着あるから、クララちゃんにもあげちゃおう。あ、この毒。その代わり着替えはここでしろ。違う。クラ。え？何今の？って、ない、私の道具セットがなくなってる。ん？どやーって、ヤドンじゃん。今の席、もう、まさかあのヤドンが、あんな素早いヤドン見たことないっす。ちょっと、私の道着返しなさいよ。どう？ヤド、どやー、うーん。どうすんの？やーん、見えてった。道着持ってってどうすんの？ちょ、待たんかい。ちょっとボールから出すの早かったかもね。しょ。今の一体、これこそが1つ目の修行。わしちゃんが育てた早い宿の3匹追いかけるべし。アンド倒すべし。ついでにクララチンの道着セット取り返しちゃって。ええー、じゃ、そんな感じでやろぴくねーん。どこ行くんだ？ああ。みんな口開けてる。あ、行っちゃった行っちゃった。元の服装もどうしようかな。服装はいいんだけどさ、髪型だけがちょっとな。この人何？はい、この先は神聖なバトルコートです。こっちが食堂。おいで。あれ？来たかったのかもしんないね。クララチンの。すごいよな。髪型だけちょっと変えたい。よいしょ。なんだ。うふふ、これで調整は完了。それではスイッチをポチッとな。うっ。なにこれ。あらま、動作停止。電力不足。W が足りないのか。師匠。来たよ。一つ目の修行は早い。宿の3匹を追いかけること。せっかくだから道具セットも取り戻してあげてね。すごいな。トロフィーとかいっぱいあるし。師匠強えんだ。これは何のテレビ見てるんですか？四角いポ、しかもちゃんと手にジョイコンも持ってるよ。すごいな。ゲームの攻略本だらけ。はい、何ですか？リサイクルマシーン。わっと少し持ってるから欲しいんだったら。
じゃああげ。うん。どうなるの？パーフェクトだ。おー、そういうことか。わかった、了解っす。この音楽も好き。ちょっと髪型だけちょっと変えたい。ポケモン休ませる？ちょっと待って、ポケモン休ませることできるのか？あ、よかったよかった。ポケモンここで休ませることができるんだ。服を着替える。髪型だけ変えたい。髪型は変わんないのか。わかったよ。はい、髪型変えられないみたい。ここで変えられないみたい。とか。じゃあ、いや、どん探し行くか。あ、いるじゃん。目の前にいたよ。ガオ。逃げた。あっちへ逃げていった。さて、どうしようかな。ライブでこっちの続きをやるべきか。ライブでは、ちょっとストーリーはやっぱり、ね、続けずにポケモン集めに専念すべきか。まあ、そのあたりちょっと悩むところだけど、とりあえず、今回はね、こんなところで一旦終わりにしようと思います。で、今日の夜は、ポケモンについてのライブやってきます。多分ね、ストーリー進めるのはちょっと置いといて、ポケモン集め、このあたりにポケモンとか、あとね、ゼラオラ欲しいんだ。うん。だからゼラオラを、まあ、うん、ここで帰るね。ゼラオラをね、捕まえるための、うん、そういったのをね、やっていきたいななんて思っております。モンスターボールはどこで買えるんだろう。あ、ここで買えるんだ。ワットで買うの。はい。というわけで今回はこの辺で、よろしければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね。バイバイ。